日進塾 .net の鈴木です。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。今回はですね、検索エンジンで急に順位が下がっちゃったりしてる方がいると思うんですけど、なんでね検索順位が下がったかっていうところについて解説をしていきたいと思います。 SEO の順位が下がったっていうところですね。 SEO とは、まずそもそもその SEO っていうのはサーチエンジンオプティマイゼーションの頭文字を取って検索エンジン最適化の意味です。 SEO 対策と同じ意味になります。この言葉のをちょっとずつ分解して解説していくと、サーチエンジンっていうのは Google とか Yahoo のことです。最適化っていうのはオプティマイゼーションですね。最適化っていうのはGoogle 対策のことになります。なんでかっていうと、日本において Google と Yahoo Japan っていうのは業務提携を、検索エンジンのところに関しては業務提携をしていて、データを同じところを参照しているので、もう Google 対策という形になります。もう9割以上のシェアを Google と Yahoo で取ってますので、 Google 対策をすれば検索エンジン対策という形になります。これからですね、説明していくにあたってYMYL っていう言葉がちょっと出てきますので、それについて解説をしておきます。これもですね、 Your Money or Your Life の頭文字を取ったもので、 Google のですね検索品質評価ガイドライン内で使用されている用語のことです。何かっていうと、インターネット上のユーザーのですね、お金に関することとか生活に関することですね、それに密接に関わるウェブサイトのこと、つまりですね、医療系のホームページとか投資系ですね、不動産投資だったりとか先物取引だったりとか株だったりとか、まあいろんなその投資情報、お金にまつわるいろんな情報があると思うんですけど、そういったお金の情報とか、あとライフの方はクリニックとか病院とかエステなんかもそういう部類に入ってくるんですけど、そういった、まあ、生活に関わるところに関してのサイトを指すものになります。1個目、1位とか最高とか、こういった表現をしていると実は下がってしまうと。これなんでかっていうと、医療法において最大級の表現となって、広告規制の対象になってるからなんですね。これがクリニック病院の他にも医療系に近い、先ほど言った YMYL の基準に触れていると見なされると、これはですね、実は機械的にやってないんで、昨日まで引っかかったのが、急に Google のスタッフが目視で除外しているので、急にポーンと順位が下がるっていう形になります。第2番目として、ね、丸パーセントの結果とかね、丸々県の症例とかね、まあなんかその数字ですね、例えば 90% 以上の患者様が…とかね、2000例以上の方にレーザー治療を…とかね、この数字の根拠を示していないと YMYL に触れて除外されると。これなんですけど、実はもし数字に根拠があるんであれば、例えば厚生労働省の統計データのリンクを貼るなどね、その数字をサイト内で表示したい場合は、その根拠をちゃんとリンクとかで貼っておけばペナルティの対象にはならないので、順位が下がるとかっていうことはありません。ただ単になんか文字だけつらつらっと書いてあると根拠がないんで、これは Google のパトロールの人目で見てこうペット下げられてるんで、これは気をつけた方がいいです。で、3つ目は口コミとかランキングですね。例えば eParkの口コミ情報をサイトの中に読み込んでサイトの中で表示してるっていうやり方とかね、あと例えば駅店なんかでランキング1位を取りましたとかって言ってサイトの中でそれを歌っちゃってることですね。施術の効果に対する口コミとかっていうのは医療法において広告規制の対象になってるんですよ。ですからこれもですね、実は病院とかクリニック以外にも Google の方のこれが YMYL の規定の中に入ってるウェブサイトであれば、この表現っていうのは NG になるので、これも見つかると除外されて急に下がるっていう形になります。4つ目、お客様の声ですね。お客様の声を掲載していたりとか、まあ先ほども、3つ目でも言いましたけど、他サイトのですね、口コミ情報を読み込ませて、自社、自サイトで
表示しちゃってるっていうケースですね。例えば、e パークの口コミ情報を読み込ませてるっていうような場合ですね。で、その場合、もうそもそもですね、お客様の声そのものが医療法において広告規制の対象になってますので、下げられてる大きな理由ですね。接骨院とか、針灸、あんま、まあその他にもいろいろあると思うんですけど、日本において免許制でやられてるところもそうなんですけど、免許以外のところもちょっと医療系に近いなっていうようなところは、順位が急に下がったんであれば、あ、この YMYL の基準に触れちゃったんだなと思って、ここを修正すればまた元に戻ってきます。5つ目、キャンペーンですね。例えば期間限定キャンペーンとか、マルパーセントオフキャンペーンとかね。これもですね、まあ先ほどのやつと一緒で、キャンペーンそのものが医療法において広告規制の対象となっています。ですから、これも病院に近い業種の人たちですね。YMYL。順位が下がったら、この辺ね、自分のサイトでやってるかやってないかっていうのをちゃんと確認して、もし間違えてね、やってたんであれば、これをなくすっていうことですね。これをもう外していくっていうことです。6個目ですね。6個目は、ビフォーアフター。ビフォーアフターを単純に掲載している場合ですね。この場合も、そもそもビフォーアフターってのが医療法において広告規制の対象になってます。ただし、これ医学的根拠っていうか、どっかの学会で発表されたものをリンクとして、掲載してする場合には問題がなかったりとか、あと写真とですね、写真と同じ場所にですね、施術におけるリスクと金額をちゃんと同時に掲載するっていう形であれば、特例として認められてますので、どうしてもね、ビフォーアフターを出したいっていうことであれば、その施術のリスクと金額をきちっとそこに明記するっていうことですね。ただそれもですね、Google のスタッフがどう判断するかなんで、一番安全なのは、学会とかで発表された写真をですね、リンクで、貼るっていうのが、まあ一番安全ですね。まあこの辺、実際その検索順位が下がっちゃった場合は、もうビフォーアフター一回外しちゃっておくのがいいかもしれないです。7個目、メディア掲載です。例えば、軟膏の塗り方、女性自身、丸年、丸画素号掲載とかね、日頃のケアで簡単カード、花子、何年、丸年、丸画素、丸丸日号とかね、まあテレビに出ましたとかね、雑誌に載りましたとかっていうような、そのメディア掲載そのものがね、医療法において広告規制の対象になってますので、これもね、自慢できないんですよ、実は。SEO 的にはすごく有効なんですよ。外部からリンクをもらうっていうことでね、メディア掲載された時に、今、どこの会社もですね、ホームページ持ってますので、そのホームページ上からリンクをもらうことによってのね、非リンクの効果、外部施策の効果は非常にありますけど、それをですね、逆に自サイトで宣伝するっていうことはちょっとできませんので、もしこれをやっているんであれば、順位がこう下落した原因っていうのはここにありますので、これも削除するっていう形になります。8つ目、これ結構皆さんやっちゃってると思うんですけど、ブログでねお知らせを掲載するっていうの、これはねもう絶対やめた方がいいです。なんでかっていうと、1200文字以下のページっていうのは低評価ページっていうことでペナルティ対象になっていくわけですよ。で、例えば休診日とかね、ゴールデンウィークの休みとか年末年始の休みとかね、その休みだけを告知するために1ページ作って、それをトップページにこう貼り付けてっていうようなね、そういうブログ形式のそういう構造ってよくあると思うんですけど、それがですね、知らず知らずこう蓄積されてってるわけですよ。休みがあるたんびにそれを投稿してるわけじゃないですか。もう10年ぐらい経ちますかね。例えばブログの記事をね、どんどん更新してる方が非常に SEO 的にはいいんですよなんていうこと言われてた時期があって、たったね、1行2行のブログを一生懸命ね、毎日更新してるとかっていうのは、実はマイナスの要素をどんどん溜め込んでるだけなんですよ。これがある程度溜まってっちゃって、自分のサイトの中のプラスの要素とマイナスの要素、加点要素、減点要素っていうのがあって、減点要素の方がどんどん大きくなっていくと、下がるっていうね、そういうことになるわけです。ですから、お知らせはね、やっぱお客さんに対してすごく
メリットがありますので、その日にちが来る前でしたらね、休みの日がそのいつかっていうのが分かってた方がいいと思うんで、ほら出すのはいいんですよ。ただ、日にちが過ぎたらそういう低品質なページは削除して溜め込まないってことです。ブログの構造上ね、ホームページの構造上、お知らせをするにあたって直接トップページにちょっと書くっていうことができないっていうことであれば、ブログを使わざるを得ません。ブログを使ったら使ったでいいんですけど、例えば1ヶ月とかね、まあわかんないですけど、運用で2週間前にね、その休診日が決まるとかっていうんであればね、決まった時点で書き込みする。で、書き込んだら、その日にちを経過したら、もう1日でも経過したら必要ないわけじゃないですか、その情報って。低品質なページですから、そもそもそのページっていうのは、それはもう削除する。っていうことであれば、マイナス要素は常に1個か2個で済むわけですよ。ですから、まあそんな感じで運用していくっていうことですね。で、次に、ここの詰め、最後ですね。Google マイビジネスの活用っていうことです。先ほどの、その、営業時間と休みの情報っていうか、それって実は Google マイビジネスの方に情報として入力できるようになってるんです。実はこれ SEO ともすごくね、密接に関わってるので、ここはですね、きちっと入力をして、いつが休みなのか、いつが営業してるのかっていうことを Google に知らせるっていうことが非常に重要になります。で、実際にですね、営業時間とか休業日をきちっと設定してあると、検索した時に、実はもう、そこのね、お店を検索した時点、例えばクリニックとかだったら、クリニック名を検索した時点で、検索結果のところに、営業時間中ですとかね、今営業時間外ですとかっていう形で出てくるんで、わざわざホームページ見る前にそこがやってるかやってないかってわかるわけですよ。例えば仕事が忙しくて週末やってるのかどうかっていうことで、先のことが知りたいときはちょっと別ですけど、その日とかね、まあ翌日、まあ深夜に調べて翌日の営業時間とかっていうことであれば、サイトに行かなくても実は検索結果の方でその情報って得られるようになるわけですね。それは Google マイビジネスの情報をしっかり入れておけば、そこが連動して見れるっていうことになってます。そこもきちっと設定してないと、やはり周りがですね、この Google マイビジネスの活用を始めて、地域のですね、同業他社がみんなやり始めてると、実は抜かされちゃって下がってるっていうこともあり得ます。何か自分が悪いことしてて下がってるだけじゃなくて、抜かされて下がってるっていう場合もあるので、そこも、実は、吟味しなくちゃいけないところです。一番ね、多分大きいのは、最近ですね、マイビジネスのところから、実は Google 広告使ってくださいっていうことで、キャンペーンも行ってますし、どん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 ね、もうホームページあって当たり前、SEO の、基本的なところもやってて当たり前、っていうような状態で、同業他社がね、多いエリアだと、やはりね、この Google 広告をみんながやっちゃってると、実は、やってないところは出づらくなってます。ですから、この辺も、まあ、広告予算ということで、ある程度の広告予算を決めて、運用を行わないと、いろんなキーワードでこう引っかかってこない。もう、どうしてもね、SEO で取りづらいキーワードとかがあれば、そこにですね、広告予算としてある程度の金額をね、例えばクリニックとか整骨院とか、まあそういったある程度その、なんですかね、単価の高いビジネスで、月額の費用ね、例えば5万円以下とかっていったような低予算での運用を行ってると、他の会社っていうのはそこそこ広告費っていうのを取ってやってますので、全く広告費ゼロで SEO だけでね勝負するってなると、まあ他にどんどん抜かされちゃってっていうのももしかしたらあるかもしれません。ですからここの Google 競合、これはね自分だけの問題じゃないんで、競合他社がどういう状態かっていうのもちょっと見て、抜かされちゃってたんだったら、まあこの辺で抜かされてる可能性もありますので、他社の状況をちょっと調査してみるっていうのが必要になってきます。で、まあこれがね、主には急にね検索エンジンで順位が下がっちゃうっていうところの原因になりますね。で、まあこの他にもね、なんかいろいろロジックが変わって下がったとか上がったとかね、
ていうことはありますけど、まあ基本的には Google のですね経営理念に沿ってきちっとですねスターターガイドにのっとってきちっとやってれば、いきなりねそのロジックの変更でペナルティってのはなかなかないです。基本的には、目視でやってるやつが急にポンと下がるっていうのが一番多いんで、まあ、この原因がまあ最近だともう本当に多いですね。でここからはちょっと日進塾 .net の宣伝をさせていただきますけど、日進塾 .net っていうのは今期18期目のホームページの制作会社で、過去に1700件以上のホームページの制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。